どうもしゅんです。こんにちは。バラマツです。こんにちは。見ました昨日の動画。見ました見ました。俺まず視聴者と同じタイミングで知ったんだけどさ。知ってた？うん。素材を見たんだよね。ああそういうことね。皆さんにちょっとお伝えすると、先日出た動画でしゅん代理メンバーのインターン生の今後についてみたいな動画が出たんですけど、ダイアリーは絶対に入らない、絶対に辞めるっていう言い切ってる動画がありまして、これ見て僕泣きましたよ。ってなったよね。でもスラックで冗談とかじゃなくて泣きましたっていう投稿が涙が出ましたね。あ、そう、涙が出ましたって、僕らもともと個人チャンネルで今チーム化して、実際の就活生がリアルに出て体当たりで取材したりとか就活の状況を共有するっていう動画を上げてるんですけど、就活チャンネルっていう特性もあって毎年就活生で入れ替わるじゃないですか。でもやっぱ悲しいなとは思いますよね。僕ら会社としては3年半ぐらい経って、僕以外に正社員が3名と中5で働いてるメンバーが合計で10人ぐらい、めっちゃちっちゃい組織なんですよ。なんでまず一人一人の持ってる責任とか大きいんですよ。事業としてもなんか影響あるし、一番はね気持ちがね悲しいなと思いますね。ダイアリーがベストな環境かって分からないから、うんうんうん、本当にその人たちのこと考えたら正しいかもしれないけど、ね、自分たちだけのこと考えたら、うん、消えた優秀なそれこそ若いメンバーとかが入りたいって思う会社にしなきゃいけないなってやっぱ心から思いましたよ。 YouTube チャンネルでその裏側とかってなかなか、まあ、見せないと思うんですけど、泥臭いこととかみんな基本的にフルコミットというかやりきるっていうところの風土だから大変なんですよ。やっぱ働きやすい環境はめっちゃ作りたいなって心から思ってるんですけど、受け入れれる体制をどんどん大きくしていかないと会社も大きくならないなと思いましたね。俺たちとしてっていうのと、会社としてどうなっていきたいかっていうところが見えにくいとか分かりにくいっていうのは、前の動画のインターン生たちが入ろうとは思わないって言ってた理由の一つでもあるなとは思ってて、僕らの課題だなとも思ってますね。やりたいこととかをちゃんと明文化して伝えるっていうところが仕切れてないっていうところはあるなと思って。ダイアリーとしては自分たちもそうなんですけど、同世代の若者の自分の人生を自分で生きるっていうことをサポートするような事業をずっとやっていきたいなと思ってまして、大目的のその自己実現とか自分の人生を自分で生きるっていうためには行動であったりとか体験することが最も重要だと思ってるんですよね。やっぱ頭で考えるとか何か情報を入れるだけではダメだと思ってて、自分の頭で考えて自分の肌で感じたことが結局自分が何をしたいのか、どういう人生を歩みたいのかっていうことを考える上で一番なんか重要な要素だと思うので、世の中のその体験の格差、地方にいても海外にいてもどこにいても自分がやりたいことであったりとか体験ができるっていうような世の中にしていきたいなと思ってます。体験ってやっぱ実際リアルに人に会うとか実際に働くっていうのが一番多分強いと思うんですけど、ただ文字とか写真とかよりも体験に近い媒体がやっぱり動画だなと思ってまして、動画という媒体を使って視聴者さんにいろんな企業であったりとか、まあいろんな人生生き方を体験してもらう、疑似体験してもらえるようなコンテンツをこれからも上げていきたいなと思ってでもまあダイアリーのインターンを通してインターン生がやっぱりスタートアップじゃなくて大企業だなとか、うん、やっぱり内定先だなって思うことも自己実現の一つだと思うから、巻き込みたい気持ちと、うん、でも彼らの自己実現を応援したい気持ちと、うん、でもその彼らの自己実現がダイアリーと重なったらいいなって思う気持ちと、いろいろちょっと複雑な気持ちっていう。そうだね。それこそキーちゃんとか星くんとかは内定した会社に行く予定だけど、なんかその理由がダイアリーに何か足りないものがあって、うん、改善すべきことだったらめっちゃ改善したい。そうだね、そうだね。なぜそう思ったのかっていうのを知りたい。腹を割って話したいよね。話したい。個人的な反省と言ったらあれだけど、うん、やっぱりミッション、ビジョン、バリューっていうのも今ちょうど私たち言語化してるところだから、うん、何を目指すのかによって入ってきてくれるメンバーにもこうなりたいからここお願いしますとかっていう伝え方ができたらいいんだけど、うん、そうだね。それもまだ自分自身もまだ探してる途中だから、うん、なかなか気持ちとしては期待をかけてるけど具体的にかけられてなかったのかな。いや、そうだね。普通になるべくしなってると思うよね。シンプルに自分のせいで起きてることだと思うし、それはなんか一個一個いいものにしていきたいね。なんかミッション、ビジョン、バリューも明確にして、変わる部分と変わらない部分もあると思うんだけど、本当に苦しくなった時にやっぱ支えるものって何をしたいかとかどうしたいかっていうところの部分だと思うから、そこに本当に共感している人が集まってればなんかある程度苦しい時とかも耐えられる組織になるなと思うから、明確にしてそれに紐づく事業を基本的にやっていくっていうスタイルさえ曲げなければ、なんか大きなね組織崩壊とか起きない気もするしね。うん、でもやっぱ自分たちの器を大きくしていかない限りは会社も大きくならないっていうのは本当心から思うんで、よくシュンは自責っていう言葉をなんか1日27回ぐらい言ってるんだけど、言ってない。自分自身がこのダイアリーという会社を作っていなければ、うん、今起こってることは全て起きてないから、うん、全部自分の責任なんだっていう。ああ、でもそうだよね。でもその通りだと思う、その通りだと思った
やっぱ走れば走るほど壁に毎回ぶつかったりとか困難はあると思うんですけど、一個一個乗り越えていきたいなと思ってます。僕としては諦めてないというか、採用しようとみんな思ってるので、皆さんもぜひよかったら応援していただけたらなと思ってます。何の動画か分からなくなったんですけど、これが今のリアル。そうね、本当なんかいいところも悪いところも全部出していきたいなと思ってるので、進捗をまた報告させていただけたらなと思ってます。じゃあな。じゃあな。じゃあな。